知識の変遷を取り入れていた鳥取県。この山国祭は時代祭りの始まった当時は実際に北川岳と山国村の有志が奉仕していましたが、函館戦争で終結し、官軍の勝利で明治とともに明治政府が始めたです。維新に至るまでには尊王攘夷派や公武合体派など志士たちが国事に奔走し、また家元が上洛してくることとなりました。京都朝廷と一致協力して新選組参謀の参となってくる。この年には234年史でも啓蒙参入12年史に京都で変化を時に33年史で中杉晋作は長州藩士で吉田松陰を支持し、その最後の長州の東部で出場を修理後の左右二分の方が実施けることができた26歳です。第二木三郎は今日の人で第三号の第三次連合の
黒い。当たっとった。時代後半に経済力を蓄積した今日の町衆によっても山内学区の皆さん、元寇3年5月、鎌倉幕府が滅亡し、沖に流されていた後醍醐天皇が沖ノ島より戻られた時、本列はその楠木正成を中心にした行列です。比叡山の麓、洛北、八瀬、大原の女性たちは古来、薪や炭などを頭に乗せて京の町へ売りに出る風習がありました。ここでは室町時代末期のお花目の姿で阿波の内子の姿を村人が真似たことにより、この姿が大原の風俗になったと伝えています。続いて参りましたのが鎌倉時代城南流鏑馬列第4社公園学区の皆さんです。流鏑馬は平安京以来行われた汽車の儀で、3箇所の的を馬を走らせながら射るものです。1221年5月、後鳥羽上皇は城南離宮に近畿14国の武士1704名を召し集められ、流鏑馬を催しました。Oh, that's a good place. Yeah. On this floor. I didn't know it was fun.